ジョエの軍隊が王子を圧倒すると。ケーキがいる以上、民はジョエが本当の王だと思ってる。思い込みは強いさ。ケー大砲をお連れいたしましょうか。ダメだ、昇竜が他国に干渉したことになるだろうが。第一、ケーキの封印を解けるのは慶王だけだ。どちらへ？広告に行く。開脚がいるから会ってみなきゃなんねえし。キリンを戦の中に起き上がって、アホが。なぜ小娘にとどめを刺させなかったのだ。汚らわしい小娘など捨ておけばよろしいではありませんか。そうはいかん。せめて杉本の命だけは。主上、私はこの国を救いました。もはや災いをもたらす改革はおりません。私は杉本。主上はあなたに土地をくださるそうです。え、終生そこで暮らすことを許されます。主上。どういうこと？私がこの国を救ったのよ。どうしてここにいてはいけないの？どうして？目が覚めたか？熱はどうだ？薬だ、飲めるか？ただの薬だ。ちょっと苦いが飲めないような代物じゃね。まあいいか。どんなものなら口に入れられる？かゆなら食べられるか？お前は3日間眠っていた。どうにかする気ならその間にしてら。その件だって隠してるぞ。そういうことでオイラをちょっとだけ信用しねえか。水が欲しい。よかった、ちゃんと喋れんじゃねえか。すぐに湯冷ましを持ってくるからな。信用。尻尾があればそれでいいのかい？あのネズミを本気で信用するのか？信用なんかしない。世話になるふりをして体力を取り戻すだけだ。人の言葉を喋ってもあれはネズミだ。親切な誰かが助けてくれる。そうじゃなかったのかい？悟った。私は一人だ。帰るところも行くところもない。そうだ、誰もがお前の死を望んでる。いや、もうお前は死んでるんだ。だから生きてやる。誰にも望まれない命なら私だけでも惜しんでやるんだ。あのネズミは裏切るぜ。私はネズミを信じない。だから裏切りようがない。入るぞ、いいか？ほら、これなら食えるだろ。酒に漬けた桃を砂糖で煮たんだ。酒といっても香り付けぐらいださ。オイラはラクシュンってもんだ。お前は？ラクシュンの楽は苦楽の楽。旬は俊敏の旬。暮らしは楽じゃねえし、足は遅えし。母ちゃんなんでこんな名前つけたんだが。親がいるの？
父ちゃんはいね、母ちゃんは出かけてる。ケーキって人知ってる？ケーキ？この辺の人か？いや、知らなければいい。名前なんて言うんだ？陽子。どんな字を書くんだ？お、母ちゃんかな。お役人様、手配書はさっきもいただきましたが。以前は3人連れということだったが、今は男と女の2人連れ、あるいは女1人かもしれんということだ。16、7の女で髪は赤、妖魔を呼び寄せる術を使うそうだ。今ならネズミと男だけだ。こう直々に多額の報酬を約されている。まともな仕事にもつけぬ繁盛には喉から手が出る金であろう。へえ、お気遣いありがとうございます。ん、突き出すつもりなら寝てる間にやってる。何が目的？死ぬと分かってるのに突き出せねえじゃねえか。私は何もしていない。陽子は悪い開脚だとみんな思っている。捕まれば首をはねられる。黙れ。皇后様は開脚が国を滅ぼすとおっしゃってるらしいが、オイラに言わせれば迷信だ。なのに殺されるなんてオイラは好かねえ。陽子、縁に行きな。縁？どこの町？本当に何も知らねえんだな。世界の真ん中に五山があり、周囲には黄海という荒れ地が広がっている。その周りに東西南北の金剛山、その外側を八つの国が取り巻いてる。漢、強、龍、円、慶、高、曹、蔡、さらにその外側に春、蓮、鳳、泰、四つの国がある。今いる皇国からこう歩いていけば円に着くのか？そこは内海だ。陽子は一旦港に出て船で円に入ればいい。この外は？全て境界だ。その先に蓬莱という不思議な島があるというがな、開脚はそこから来るという。知っている。開脚が来るから食が起こると。違う、食が起こるから開脚が来るんだ。それでいろんなものが流されてくる。逆に流されていくものもいる。こちらから日本へはいけないと聞いた。大化というのがあるんだよ。オイラもよくは知らねえが、本来こちらに生まれるはずだった人が間違って蓬莱や五山の向こうの中国って国に生まれる。それが大化だ。燕国の王と宰相は大化のお生まれだ。だから燕国では何事も蓬莱風で、開脚も普通に暮らせるという噂だ。大国の宰相も大化だが、死んだという話だから尋ねるなら縁だろうな。結局信じるのか、ネズミの話を。心を許したふりをして情報を得ただけだ。縁に行ったって殺されることに変わりはないぜ。お前はこの世界を滅ぼす怪物なんだ。そんなお前を縁の人間が助けてくれるはずがない。お前の顔はこんな顔だ。化け物め、お前こそ化け物だ。私を不安にして私が自殺するようにしたいのだ。分かってる。死んでなどやるものか。ラクシュン。母ちゃんおかえり。え、お母さん。行き倒れ。そりゃ大変だったろうね。あんたに娘さんの世話ができたのかい？ちゃんとできたさ。どうだか。ごめんなさいよ。その様子じゃお湯を使うこともできなかったんだろうね。すぐ用意するから待っておいで。本当のお母さん？母ちゃんがオイラをもいでくれたんだ。もいだ？李牧からもいだんだ。オイラの入った木の実を。あっちじゃ子供は母親の腹になるんだって本当かい？
ええ、普通そうです。腹に木の実ができるのか。どうやって潜んだ。潜って、卵化だ。人の卵、これくらいの中に子供が入ってて、李牧から潜んだ。すみません。いいんだよ。廃炉のショックはずいぶん大きかったんだってね。ひどいよね、開脚ってだけでさ。ん？そうか、染めていたんだね。開脚はみんな髪が赤いのかい？いいえ、こちらに来てから顔まで変わってしまって。他にも私のような開脚がいるんでしょうか。知らないね、そんな話聞いたことないよ。オイラもそんなの聞いたことがねえ。ヨコ、お前もしかしたらただの開脚じゃねえかも。なあ、詳しく話してみろ。どうしてこちらに来たんだ。もういい。自分が何者なのか知りたくはないのか。私は私だ。ただの高校生でつまらない、何もできない開脚だ。私のことなんかに興味を持っても仕方ない。待てよ、ヨコ。どうしたんだ。母ちゃん、オイラヨコを遠国まで送ってくる。え、遠国ってお前。関急まで三月はかかる。どうしたって、こちらの事情に通じた道案内が必要だ。オイラの弟だってことにすればどこでも通れるさ。ネズミの弟。ああ。なあ母ちゃん、前から言ってたろ、オイラ関急にって。あいよ、行っておいで。今弁当作ってやるからね。なあ母ちゃん、そんなに心配するなって。このまま旅立てばすぐに母親が役所に駆け込むぜ。そんなことはさせない。こちらはネズミを人質に取っているんだ。もしそんなことをすればネズミを殺す。ほう。分かってきたじゃねえか。じゃあな、母ちゃん。子供が多いのね、学校みたい。そう、学校だ。オイラはあそこで一番だった。小学にも推薦された。小学を出ればちょっとした地方官ぐらいにはなって、母ちゃんにも楽させられるんだ。自慢じゃねえが、オイラこの辺で一番頭がいい。でもオイラ小学には入れなかった。え、どうして。オイラが半獣だからだ。半獣。半分獣ってことだ。母ちゃんが萌えたのがたまたま半獣の卵化だった、それだけだ。でもな、半獣はあまり多くない。開脚もそうだ。皇后様は変わったものがお嫌いなんだ。そんな王は間違っている。でもな、王は天に選ばれたものだ。この姿で生まれたのも天がそう決めたからだ。こんなのオイラのせいじゃねえ。だから開脚が開脚だってだけで殺されるのも嫌なんだ。えんじゃ、半獣や開脚だって差別されねえし、上の大学まで行けるそうだ。だから私を送るついでに縁まで行ってみたいのか。
前から行ってみてえと思ってた。別に言い訳する必要なんかない。オイラは自分のためだと言われた方が私も気が咎めない。どこまで行くの？何なのここは。私は主城から土地を賜ったのよ。ここがその土地だ。これからお前はここで暮らすのだ。いやよ、こんなの何かの間違いだわ。ここからは出ないようにとのお達しだ。何ですって？待って、私は選ばれし者、私が世界を救ったのよ。天変地異が多いのは国が傾いてる証だって言うけどね。弟と二人でいくらだい？二人で50先割れだ。もう少しまからねえか？ダメだ、止めてもらえるだけでもありがたいと思え。天体に祈るよ。苦しい時の神頼みと言うだろう。そんな言葉は知らねえけど、子宝を願う夫婦は天体に祈るな。豊作を願うなら行帝だとか、妖魔から逃れるなら皇帝だとかいう連中もいる。でもな、作物なんてな、天気が良くてちゃんと世話をすれば勝手に豊作になるんだ。天気は天の具合だ。祈ってどうにかなるもんじゃねえ。でも神様がいるんでしょ？そう信じてるんじゃないの？さあな、オイラはただの伝説だと思ってるけど、たとえいたとしてもオイラたちの祈りをいちいち聞いたりしてる暇はねえんじゃねえのか？じゃあ楽春は学校の試験の前に成績を祈ったり、お金が貯まるように願ったりしたことはないの？そんなのは本人がどれだけ努力したかの問題だろ。神様に願ってどうするんだ。試験なら勉強すれば受かる、金なんてのは稼げば貯まる、何をお願いするんだ？なるほど。いるんだろう。やっとわかったみたいだな。ああ、ここには神も妖魔もいる。だからこそ人は神様に祈っても何もならないことを知っている。運も神頼みもないから自分のために生きるんだ。開脚を売り飛ばすチャンスがあれば見逃さない。今夜は五両に泊まることになりそうだ。大きな町だぞ。任せるさ。どう？妖子。妖魔だ。あれは奇獣だ。航海にいる妖獣を飼い慣らしたものだ。第一、この国ではこんな人里に妖魔は出ない。嘘だ、何度も狙われた。狙う？妖魔は誰かを狙ったりはしねえんだ。私はずっと襲われてきた。あちらでも蓬莱に妖魔が？胡蝶とかゆっとりの化け物だ。おい、待てよ妖子。いいか、胡蝶なんて現れたらそれだけで一大事なんだ。それを妖子を狙っていたなあ。やっぱりお前は何か大変なことに巻き込まれてるんだ。知りたくない。だってそれが分かればもしかしたら帰ることだって。私は帰る場所なんかない。陽子、誰も待っている人なんかいないんだ。それじゃあお前何のためにこんな旅をするんだ？決まってるだろ、生きるためだ。ただ死にたくないだけだ。主政の一座だな。今夜は芝居が見られそうだ。
門が閉まっちまう。急ごう。校長だ。なんでこんな人里に。陽子、無理だ陽子。私に構わず逃げろ。陽子。命がありさえすればいいのか。どんな醜い生き物になり下がってもただ生きていられればいいのか。十二国記第7話、月の影、影の海、7章。